期ドキュメンタリー番組のオープニング曲ですが、この曲は作曲者葉加瀬太郎が同番組のためになんと1週間で作り上げた曲です。当時彼がライブで演奏していた2つの曲のメロディーをうまく組み合わせて番組のオープニング30秒に合わせて作り、後に尺の長いフルバージョンで作曲し人気を博したものです。式は大阪学芸高等学校吹奏楽部顧問カズシでお送りします。それではください。Thank you.
はい、皆さんどうも長時間、お付き合いいただきましてありがとうございます。この、スプリングコンサートもいよいよ最後の曲となってしまいました。スタートした時はこの辺ねちょっとひれりで暑かったんですけど、ちょうど、裏になったところで、この後、ね、大キャットモールで、割引券入ってましたので、ちょっとお食事でもして、帰っていただければというふうに思います。また次の、コンサートいろいろと予定しております。アンケートの方も、ぜひ、お答えいただければと、思います。皆さんでふるさとを一緒に、歌って終わりたいと思います。ちょっとプログラムね、ブルーのプログラム持っておられる方は袋の中に歌詞が入っております。今日は3番までいきますのでね、声が枯れるまでしっかり歌いましょう、ね。そろそろ冷えてきましたね。はい、それでは、いよいよスプリングコンサート最後の曲です。ふるさと、皆さんで一緒に歌って終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ウサギ用意しから、はい。コブナツビシカノカワ、夢はなの巡りで忘れがたきふるさと、いかにいます父母、つつがなしや友がき、雨に風でも煮つけても、思いいずるふるさと、志を果たして、いつの日にか帰らん、山は青きふるさと、ふるさと、本日はどうもありがとうございました。
皆さん長時間ありがとうございました。また大田のカウンサーとこれからの大阪学芸高校吹奏楽部、大阪学芸高等学校吹奏楽部、大見会吹奏楽団の演奏をお聞きに来ていただければと思います。どうもありがとうございました。